ギサンジゲーマーズ公式ライバーのカナエです。よろしくお願いします。そうですね、ちょっと配信も1時間ぐらい予定してるので、そろそろ一戦だけやります。 PUBG、 いやでも一戦でなんかできるかわかんないな一戦だけ PUBG やって締めようかなと思う。ちょっと待ってくださいね。お強い。いやなんかね、1回目も2回目も一番最後の最後の最後の一手で壊れたんですよね。光ってる東京タワーみたい。でもやっぱ自分の力で戦いたいわ。イエーイ、ふぅ完璧ー、ふぅー、うるせん。ナイスー、グッドキル。これがゲーマーズです。ありがてやっぱそういうタイプだな。はい、今ケンちゃん入ってきてるわけだ。もう全然怖くない。うん、夏休みだ、夏休みを取ろう。休暇、常に上司も休暇、みんな休暇。これ落ちたらしい。危ないでしょ。ほら、ヒールされてる。ほら、僕をヒールしてる理由がそれでしょ。死人まで騙されてら。誰かわからんってことまだ。まだわかる。一人で倒した。僕のこと確定ヒールしてくれて。ちなみに燃料奪って。白証明してくれた。一生雷だけやってくれたらいいんですけどね。その体力もだいぶきついけど終わりました。なんとか20分以内に原因一路まで来ましたね。来たら抜くよ。わあ、お前なんてことするんだ。ごめんそんな、ちょっと待って、ピンボールの形。あ、なるほどなるほど。こうピンボール、そうちょろ、いくよ。1、2、1、2、1。待って、でもどうせ積もるから、まあ言ってもいいけどね。お、いや、どこからじゃあ言っていただいて、2と5の、ピンズ。やあねえ、あいつからしたら僕ってミニオンと一緒なのかな。でも全然いいのにさ、あいつからしたら僕ってミニオンと一緒なのかな。大丈夫、みんなの待つよ。ワイワイ、あ、OK、プレゼント、プレゼント。Oh, thank you. Yeah. Yeah, welcome. 当時はゲーミングチームに誘われてて、 PUBG でとこの23時どっちか迷ってて、まあ23時は自分からオーディションしたんだけど、僕2期生オーディション落ちてるから、でその後にオファーされてゲーマーズっていう組で出てるから。だぞ、逃げて、ほらほら、逃げないと。死んじゃった。まあそうそうそう。いやまあ下ネタでもさ、いや僕はなんか思うの。下ネタ一切言わない人、まあ下ネタ一切言わない人の空気にはよるけど、多分僕みたいなキャラで下ネタを一切言わなかったら、いやでもね、金谷さん裏ではね、セックスしまくってるよとか言われそうだもん。割と僕はそういうとこでは素直に生きていきたい。いや僕なんか下ネタ言わない男はね、ちょっと信用できないね。うん、そうちゃんとのなりそめ教えてください。なりそめ、いや僕はなりそめ深いよね、だいぶ深いっけ。一人目バレませんよね、一人目バレませんよね、カリリングカバーでありますよね。拳すらももうダメ。あやべ、やっぱ避けるんだ。
かなかな5ミリとギリ欲しいな。ごめんね、持ってないからギリで許して。待って、俺4ヘルじゃん。何してんだ。行こ。じゃあねー。